鎌田氏は日本の氏族の一つ。歴史上、江戸氏の支流とされる江戸鎌田氏と道の食いし河の有力一門である石川鎌田氏が知られる。2018年現在は東京都、京都府、兵庫県、岩手県などに見られる。鎌田氏は武蔵国を発祥とする武家。本生は平氏。家系は陳府将軍、平良文の孫。 平進久氏を祖とを外する、秩父氏の一門で、鎌倉幕府の有力御家人であった名門、武蔵江戸氏の支流の一族。通詞は、十。かそ、鎌田忠武は、江戸氏十二代江戸長との次男、江戸省長の子で、南北朝時代に鎌田座とを領有して、鎌田氏を起こした。また、江戸長との三男、江戸柔道も鎌田入道を称している。江戸長とは、 日田氏一族の一位正し生の姉が聖母とされるが、瞳玄の合戦では、足利高氏に従って、日田氏と戦った。江戸長門が鎌倉を目指して挙編した、日田義雄の迎撃を命じられると、鎌田忠武も首謀者の一人として参加し、矢口渡れで、日田義雄を暴殺したとされる。鎌田氏は、欧二27年の江戸氏名屋坂北手に、 鎌田伝一跡と記され、江戸時代々の総電の土地を所領としていることからも、他の諸家とは別格扱いであり、江戸市一門の中でかなり優雅ない絵柄であったことを物語っている。鎌田流江戸市とも称される。室町時代には本家の江戸市と共に関東足利市に仕えた。取得元年には、 江戸長戸が得た、温床地のうちの稲毛町渋口里が、岩松忠四国へ与えられたが、江戸省長鎌田忠武らが、渋口里の引き渡しを妨害した。そして、大事恩治領の大森里、長戸美帆を、鎌田家の由緒ある土地であるとして横領し、足利三つ金か,から老関をやめるよう命じられている。このことから、鎌田氏が、稲毛方面へも進出したことがわかる。 影響十年、影響の乱中の早川尻の合戦において、忠武の子である、鎌田道州は、足利もちゆうじの上杉さだなの合心として、激しく戦ったが、敵があまりにも大軍であったため防ぎかねて打ち死にしたと、される。本土地下古町において、鎌田殿大型と呼ばれている、妙帝には、鎌田道州の性質と推定され、鎌田殿は、鎌田氏の当主や、 僧領の損傷と考えられる。その後の教徳の乱において、鎌田道慶やこの鎌田明中など、一族の戦士が、相次いで、鎌田氏は衰退し、新たに勢力を拡大した戦国大名、御法上氏の影響下に入って、家計と領地を保った。永禄二年に、御法上氏が作らせた小田原州所領役長には、稲毛賞、築記号を領する。 鎌田助五郎など、鎌田周辺に所領を有する多くの鎌田氏が記載されていることから、当時鎌田氏の一族がこの地域に分居していたことがわかる。後法上氏の家臣となった鎌田板末は、下佐守、入土後は、十連と合して、慶長十三年三月三日に没した。松室茂の孫、鎌田十部は、 北条氏直に仕え、足利義氏の命により、佐京助に任じられたほか、神奈川の戦で功績を挙げ、北条氏直から、感情並びに、家勘を賜ったとされる。十部の性質は、梶原影信の娘。また、御北条氏で、御家門と同様に尊称されていた、六号殿は、江戸鎌田氏の当主であるという説もある。天正十八年に、 豊臣秀吉による、小田原征伐で、ご北条氏が滅びると、十部は、老乳を経て、土井と死活に仕え、慶長十九年の大阪冬の陣に、この鎌田十吉と共に従軍して、六百国を賜る。この十吉も五十国を賜り、南度奉行を認じられた、ほか、翌年の大阪夏の陣において、江戸邸を守り、基人のご先行の者と等しく、恩賞を賜ったとされる。 しかし、藩主土井氏の一時断絶による、藩士削減で浪人し、道の区相馬中村藩の藩士小島氏に、養子入りして、近世以降も、家計を保った。相馬中村藩の終身家父には、江戸四郎茂次具公へ江戸新五郎をいた末、武州六号鎌田にジュース、小西を鎌田と称すとあり、松室茂定住十部十吉と続いたとされる。 菩提寺は、大田区蒲田にある日蓮二州、明天寺で、北蒲田村にあった、大谷穂が、江戸蒲田市の館跡とする説がある。石川蒲田氏は、道の区国を発祥とする武家。本姓は源氏。家系は、珍珠府将軍、源、三中の次男、源、寄地下の流れを組む道の区石川氏の支流の一族で、源の有りの現存。 坂地光重を外する坂地氏の支流。源の有光の八世孫、坂地光弘の子、鎌田金光を外する、道のく石川氏の有力一門。坂地光弘の子、金光は、道のく国白川郡石川郷内の鎌田村を、漁して、鎌田家舎を称した。その後同地を本拠に、道のく石川氏の有力諸家として活躍した。鎌田兼光は、 県務2年以来北朝の足利高氏に従って、欧州等を転戦した。欧州官令の吉良忠ダからもしばしば所領を安堵されており、施設にも寄与されているほか、欧州総大将の石頭義亡に、従い暴行州としても活躍している。文那2年の内本城攻略では、金光は、 柴塚のジムを攻撃して打ち破り、長平次郎の戦いで子息の鎌田末光が傷を受けた。後に、亀光は、着地の鎌田義光に、鎌田村を相続させ、末光にも一部を与えた。大永2年には、鎌田民部将遊光弘が、道の区の田村市政伐に参加し、佐沢城を建守した港で、柴氏から治業を安堵され、大永11年には、 稲村久保の足利三津佐だと、笹川久保の足利三忠だとに忠誠を誓った、笠連番上に、鎌田長友里光への名が見える。文案六年、鎌田動員は、勇気ただし朝の攻撃を受けて敗北し、鎌田城は、破却、所領と文書は没収されてその家臣となった。有力な一族であった鎌田氏が没落したことで、間もなく道の食いし川氏の総領も、 結城市に降った。福島県古殿町には、石川鎌田市の居城であった、鎌田城跡があり、石垣などが現存しているほか、麓には、水堀と土塁が巡らされた、石川鎌田市平時の際の館跡が確認されている。広崎藩市に鎌田市がいる。一族には、広崎藩藩校福田田市学を務めた、鎌田多門や、青森県西津軽郡長を務めた。 鎌田正清がいる。岩手県久慈市山形町の鎌田氏は、武蔵国発祥とされる。鎌田春道は、かつて、道の区国我が軍を治めた我が氏に従い、我が、冷え抜き一騎や岩崎一騎で活躍した。ありがとうございます。